では新しい動詞活用を勉強しよう。ちゃうございます皆さん、こっちはイタリア語だったらどっていう革命的なテキストの作者のダビデです。直接法半過去、何それ。レッスン20で見た金加工のことはどうだったの？どうだったのみんな？覚えてるよねって。今回の活用はあの金加工と違う、ちょっと違う。うん、レッスンスタート。そう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 、みんな残念ながらイタリア語では金加工のほか半過去も存在します。前に見た金加工は死終えたというニュアンスがあったけど、これから勉強していく半過去はあの時はね、あの時してたのことを表すしてた、あの時。簡単だよね。でも作り方もめちゃ簡単だから心配いらないよ。金加工は何だったっけ。うん、助動詞プラス過去分詞だったよね。でも半過去は大丈夫です。めちゃ覚えやすい独自の活用があるから。うん。動詞の最後のレを取って、私の場合は、ヴォ。あなたの場合は、ヴィ。彼、彼女の場合は、ヴァ。私たちの場合は、ヴァも。あなたたちの場合は、ヴァーテ。彼たちの場合は、ヴァの。にすればいい。ってことで、マンジャーレ。食べる。最後のレ。をとって、マンジャヴォ。いいよ、マンジャヴォ。私は食べていた。とマンジャヴィ。lui、lei。マンジャヴァ。noi。マンジャヴァモ。voi。マンジャヴァテ。loro。マンジャヴァノ。っていう風に、それだけだよ。簡単だよね。ということで、日本語で、あの時、していたを表したい場合、イタリア語ではこの半過去を使ってみてください。大例文で、この動詞活用を実際に使っていこうぜ。すごい。今回の場面では、付き合ってる二人がメロメロ話し合ってる。それで、男の子は、女の子に、こういう、quando ero piccolo dormivo pochissimo e tua mamma non diceva niente。 どういう意味なんだろう。ねえねえねえ、半過去見たよね。まず quando ero piccolo ということで、 ero piccolo、 僕は小さかった。 quando のことは時のことを表す時ってことで、 quando ero piccolo、 小さかった時、子供だった時、小さい時で、皆さん次がポイントです。 dormivo pochissimo、 ほら dormivo、 これは dormire 動詞、寝る眠る、そう寝るの半過去。ほら最後のレの代わりに vo、 dormivo、 私は寝ていた、寝ていた。そう、ho dormito、 寝たじゃなくて dormivo、 寝ていた。最後の副詞の pochissimo というのは、実は poco、 少しちょっと、いつも語尾で強調されてる pochissimo、 すごくちょっと、すごく少し寝ていた。本当にちょっとだけ寝てたよ、子供の時で。彼女の返事はどうだろう。 e tuaママ、あなたのお母さんは、君のお母さんは、続いて、non diceva。ほら、ポイントです。diceva は、実は、dire、言う。この diceva は、言うの半過去。不規則だよ。dire は、dicere だと思ってみてください。うん、dicere、diceva。彼は、彼女は、言っていた。あ、でと、言った。じゃなくて、diceva。言っていた。で、さすが、non で、半過去も否定できるよ。non diceva。言っていなかった。最後の、niente は、何ものこと。ってことで、tua mamma、母さんは、non diceva。niente、何も言ってなかったの。
OK ですか皆さん。さあ、いい写真で、もうちょっとこの半角のことを見ていこうぜ。今回の写真は面白そうじゃん。この面白そうな本のタイトルを読んでみよう。はい。Non avevi ancora un nome ed eri già bellissima。 まず、この Non avevi、 avevi はね、ほら最後の V で、これは半角だとわかる。 avere、 持ってる。そう、 avevi、 あなたは持っていた。 I、 あなたは持ってるじゃない。 avevi、 持っていた。否定の non で、 non avevi、 あなたは持っていなかった。 ancora という副詞はまだ。なので、non avevi ancora、 あなたはまだ持っていなかった。でも何よ、 un nome、 名前。 non avevi ancora un nome、 あなたはまだ名前を持っていなかった。 ed、 それは、そして、で、 eri、 あなたに合わせたessere動詞である、の半角。そう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 、イタリア語ではである動詞も半角にできる。ってことで、エーリ、あなたは出会ってた。ってことで、日本語ではだった。でも何、何だった。じゃあ、ベリッシーマ、もうとても綺麗、もう美しい。じゃあ、ベリッシーマ、もうとても美しい。わかる、直訳は。エーリ、じゃあ、ベリッシマ、もう美しく出会っていた。ということで、もう美しかった。だってね、みんな、半角はね、あの時のことを表すよね。この、ん、ん、このタイトルのニュアンスは、あの時。あの時、non avevi ancora un nome ed eri già bellissima。 まだ名前を持っていなくて、もう美しかったってこと。もういい、半角って、もういい。ジェスチャー。今回の身振り手振りはすごく面白い。なんか拳で手を叩けばいい。こんな感じ。これは硬いというイメージ。だから硬い、頭が硬い、頑固。これは頑固っていう意味。例えばなんか納豆を見て、食べたくない、食べたくないって言ってる友達に、この身振り手振りをする。なんで食べてみないの、頑固だよね。 OK ですか皆さん、見ていただいてありがとうございます。半角バイバイ。で、まとめ。データを表すには半角を使う。使い方はめっちゃ簡単。動詞の最後のレをボビーバーバムバテバーノ。ありがとうみんな、本当にありがとう。これからもよろしく。